1절 말씀부터 12절까지 1節から12節まで共読します。원하건대주는하늘을가르고강림하시고주앞에서산들이진동하기를火が芝で燃え尽き、火が水を湧き立たせるように、あなたの皆はあなたの敵に知られ、国々は見前で震えるでしょう。主께서강림하사우리가생각하지못한두려운일을행하시던그때에산들이주앞에서진동하여싸우니神は待ち望む者のためにこのようにしてくださる神はあなた以外に常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。기쁘게공의를행하는자와주의길에서주를기억하는자를선대하시거늘우리가범죄함으로주께서진노하셨사오며이현상이이미오래되어사오니우리가어찌구원을얻을수있으리이까私たちは皆汚れた者のようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちは皆この葉のように枯れ、私たちの戸川は風のように私たちを吹き上げます。しかし主よ、今あなたは私たちの父です。私たちを念頭で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの手で作られたものです。あなたの聖なる町々は荒野となっています。シオンは荒野でありとなり、エルサレムは荒れ果てています。거룩하고아름다운성전이불에탔으며우리가즐거워하던곳이다황폐하였나이다주여고래대와데모아나타와짓도코라레담았대와다시다치오곤나니모나야마사레루노데스까또잠잠하시고우리에게심한괴로움을받게하시려니까아멘아멘축복을선하겠습니다평안하십시오미나사마오겐키데스까당신은세계사를선도삽니다아나타오세카이오이카스선교시데스그황무한땅을기업으로누리십시다아래하떼따치오유즈레마쇼할렐루야오늘제목은교노타이틀와주를잡는자슈니스가르모노데스슈니스가르모노7節に見たら、しかしあなたの皆を呼ぶ者はなく、奮い立ってあなたにすがる者もいません。あなたは私たちから身顔を隠し、私たちの咎のゆえに私たちを弱められました。主の名を呼ぶ者もなく、すがる者もいませんと言いました。そんな時に私たちを 主にすがるものになって失ったすべての祝福を回復するみんなに なるように祝福します。今日の本文はイザヤ預言者が神様に祈ることです。本当に急に祈ります。イスラエルの民がバベロンで70年の間奴隷になって捕虜になっていって、主が約束した通りにそこから帰ってきて、天地が本当に現れたことを見たんです。そこでイザヤ預言者が泣いていることが今日の本文で出ています。早くこの状況から救ってくださいと祈っているんです。一節に、あなたは天を裂いて降りてこられると、山々は見舞いで揺れ動くでしょう。早く天を裂いて降りて、今会っているこんな状況を解決してくださいと祈るんです。火を燃えて水を湧いてから解決してくださいと、
祈っている預言者の姿です。本文を続いて読んでみたら、仲間で本当に力を失ってしまって本当に神様の助けを受けなかった、その時間が本当に長くいた。それで伺いて本当に会議を抱いたこと、それでまた末には終わりには、私たちは神様の念道だから、また作って美しい器にしてくださいと祈っている内容が出ています。それで最後に見たら12節、主よ、これでも私あなたはちっと来られ、黙って、私たちはこんなに悩まされるのですが、なぜ私たちが会っているこんな状況を黙っているでしょうか。本当に悩んでいるのにただ見ているでしょうか、ということでしょう。こんな祈りの中で預言者が祈っている確信は何か、それを握ってこれを私たちとみんなが握って現場で失ったそれを回復するのを祈ります。今日の本文を見たら、イザヤ預言者がどんなに状況が難しくても、全能である神様が働いたら、助けてくれたら、何も不可能なことはないと、私たちは勝利すると確信であっています。これ御言葉を聞きながら、私と皆様が神様現場で神様の前に立ってみましょう。どんなに難しい状況でも神様に進むと、全能の神様が働くと、不可能なように見えるけど、それが本当に希望で私たちに働くでしょう。だったら何を私たちは握るでしょうか。1番目、神様が私たちに力で臨んでくださいという祈りです。一人一人に神様が本当に力で働いてくださいと、神様の前に進むべきなことです。出エジプトするとき、本当に主はものすごい力を働きました。それを見たんです。イスラエルの民はエジプト出エジプトするとき、唐の災いをエジプトに注げたんです。ものすごい力でした。また絶対渡られない郊外の前でも、本当にシナイ山に上がった時も、シナイ山が本当に火に燃える、そんな力を味わったイスラエルの民だったんですけど、その後カナンの地を国益して征服する時も神様の力が表したんですけど、モーセの時代とは違う別の力が表したんです。それで本当にジェリコの城を渡って、その時も太陽と月が止まる、そんな力まで表したんですけど、主の力は時々によって違う力で表したんです。それでカナンに止まった時、その神様の力がだんだん薄くなって、見えられなくようになったんです。その時神様に祈りました。私たちが出エジプトするときはものすごい力で表したんですけど、本当に火山が爆発するようなそんな力でしたけど、今イスラエルの民には
神様の答えがないようにそんな状況ですと。それでイスラエルの民が今日の本文のように再びその火のような力をで私たちを救ってください、その力で出エジプトしたその力で神様のものすごい力を今日私たちに見せてくださいと祈っています。一節にあなたは天を裂いて降りてこられると、山々は見前で揺れ動くでしょう、それが本当に芝に火が芝に燃えつき火が水を湧き立たせるように、あなたを皆はあなたの敵に知られ、国々に見前で震えるよでしょう。それでまた切ってくださいと神様に、出エジプトした時その力を今日今火を燃えて水を湧き立たせてその力を見せてくださいと祈っているんです。で、重要なことはその祈りができたのは神様の力が死んだことじゃなく、を発見したからです。神様の力は死ななかったんです。相変わらず生きている力で働いてことを発見したからそうです。なぜ神様は長い間じっとしていたんですか？なぜ表さなかったでしょうか？それで再び働いてください、見せてくださいと祈っています。天を裂いて降りて奇跡的に私たちに尋ねてくださいと。主は私たちのすべてを見ています、分かっています。主が心から望むと私たちに奇跡で力で来られるのを分かっていたんです。その預言者はそれで天を裂いて降りてきなさいと。大勢のイスラエルの民がその間神様を捧げると言いながら力を信じなく、力ない主じゃなく自分の信仰が冷えているのに、冷めているのに、それを分からなく、その神様の力を味わえなかったのは私たちに、彼らたちに自分の信仰が冷めたことを分かるべきです。罪と呪いと災いから絶対出られない私たちをキリストが救ってくださいました。その主が今も本当に間違いなく働いて導いているんです。で、それについた信仰がないんです。神様は今もそんなに働いているのに祈りができなく環境できなかったんです。それで預言者がそれを分かって祈り始まったんです。今も同じく働いている神様、いつも同様な神様、問題は私に信仰がないことです。今までイスラエルの民が世の中にいるのが全部のように分かったんですけど、本当に偉く見えるんですけど、その結果は滅亡でした。それがイスラエルの民に繰り返してきているんです。なぜ奴隷に捕虜になったでしょうか。神様の力を信じて神様に続いていくべきなんですけど、世の中に続いていたんです。それで属国奴隷捕虜になったんです。
皆様、イスラエルの民が神様の力に対して信じなかったからそんなになったんですけど、そうです、私たちの現場の問題は大きい問題でも小さい問題でも、その現場の問題は他のことで絶対解決できないのです。火を燃えて水を湧くように神様が働いてから現場の問題が解決できるんです。いろんな問題が私たちに現場にあります。本当にくだらない問題でも私の努力ではそれで私の努力で解決できた後でもまた問題が続いてくるんです。で、神様が働いたら完全に解けられます。それで神様の民に働いて、また再選の道で一番良い道で働きます。それで5節に、あなたの道を歩み、あなたを忘れないものを、それは神様が本当に、あなたは迎えてくださいます、喜んで正義で行うものだと書いているんですけど、それは本当に神様が責任を取ってくださる、自分を見る者には絶対、絶望させなく必ず来られて答える神様。それで神様が私たちに願うのは祈ってということです。神様が臨在すると天が裂く、水が湧くような、そんな働きが今の私たちの現場でも起こるんです。今教会の問題、私の問題のに神様が働くことを祈りましょう。これを私が持っていなく神様が働くように、すべてを神様にあげましょう。ピリポ4章6節です。すべての問題を神様に任せてと、あなたが持って心配しないで、すべての心配を神様に任せて、全部を神様に与えてと、任せてと。私たちはすべての問題を私たちが持って神様に出て、本当に神様が働くことを見ています。問題と事件で一人一人が神様の前で信仰を回復する時間を持ちなさい。大勢の人々が祈っています。あるレムラントが朝出られなく教会に来たと言うんです。1時とか2時に。レムラントがこんなに夜朝に寝られなく花ホールに来たんですけど、もちろん祈るため来たでしょ。そこの剣士たちが、監視たちが何人とも涙をない泣きながら祈っていたことを見たと言います。花教会といえば教会の色があります。我が教会という、それで本当に悪いことがあって憂鬱に期待感を持って教会のため一生献身したんですけど、こんなことがあって 何がなく分からなく、自分こそ本当にすみませんと
思って、難しいんです。で、みんなが教会に対したことがあるから、教会のため祈って、見ています。こんな時間こそ信仰を持って神の前に立ちましょう。そんなことを私たちが決定しなく、神様の前に出エジプトをした時から働いた神様、イスラエルの民がカナンの征服してカナンに生きた時、その神様の力がなくように見えたんですけど、今も神様が働いたそれを信じて神様の前に歩きましょう。進みましょう。先週私も先週朝教会に来て祈るため座ったんですけど、何を祈るかわからないくらいでした。で、その時神様の前で少し祈って受けた御言葉が詩編31編です。구원하는 산승이 되셨어. 주는 나의 반석과 산성이시니 그러므로 주의 이름을 사랑하셨어. 아나타こそ私の岩を私の砦でです。 あなたの皆のゆえに私を導き私を伴ってください。 これが一人一人の心じゃないでしょうか。旧説です。私を憐れんでください。主よ、私は苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂もまた私の体もとても本当に魂も体も衰えてしまいましたと。10節、またことに私の命を悲しみで突き果てました。私の年もまた嘆きで、私の力は私の咎によって弱まり、私の骨骨も衰えてしまいました。12節です。私は死人のように人の心から忘れられ壊れた器のようになりました。13節、私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だと。彼らは私の逆らって愛ともに集まった時、私の命を取ろうと図りました。私こんなに難しいです、死にそうですと。その時ダビデが勝利したのは神様の前で信仰を告白したこと、その告白が皆様にあることを願います。14章15節を見ましょう。しかし主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。私の時は御手の中にあります。私は敵の手からまた追い迫る者の手から救い出してください。主よ、そうしても主に依頼して主を言います。そうしても主を言い、主にすがります。その決定に入った時、神様は主九節のように、あなたのいくつみしには何と大きなことでしょうか。
あなたはそれをあなたの恐れる者のために蓄え、あなたに身の裂ける者のために人の子の前でそれを備えられました。私すべてが弱くなったんですけど、本当に死んだようになったんですけど、主に、でも主に私はただ主だけ頼ります。それ本当に人の前でそれを備えられましたと言いました。それで私たち本当に証人になるでしょう。自分の問題から始まった祈りが23節24節の、私すべて主の聖徒たちを主を愛し祭れ、主は誠実なものを保たれるか、高ぶる者には厳しく報いをされる、大しくあれ、心を強くせよ、すべて主を待ち望む者よ。昔のすべてのことは神様は聖霊で働きてくださいました。私たちに聖霊が入って、今までの前日のことを導いてくださいました。だったら今からのことも信仰で神様を見ると、本当に神様が備えてくださったその恵みがどのようか分かって、本当に私たちを証拠を持つ証人で立てるでしょう。不信仰しなくて信仰を持ちなさい。問題は神様が働く救いの働きは相変わらず私と共におられます。私が神様の前に立つ信仰がないんです。皆様信仰で勝利するように祈ります。2番目、主にすがるべきなんですけど、私たちが行く秘訣は何でしょうか。イスラエルの民様は神様が理解できなかったんです。それで長い間葛藤の間あったんです。後で悟ったのが8節です。なぜ多くの間その時握ったのが8節です。イザヤ64節の8節、しかし主よ、今あなたは私の父です、私は年老で、あなたは私たちの陶器師です、私はみんなあなたの手で作られたものです。私たちは年老です。主が陶器師です。私たちは主が作った器です。その告白をしています。主よ、主は私の父です、私たちは年老で、あなたは私たちの陶器師です。私が年老であること、イザヤ預言者は分かったです。年老は陶器師が作る通り器になります。器が重要じゃないんです。陶器師が作る通り茶碗に作ったら茶碗になり、何が本当は何がその中に入るか、入れるか、それが一番重要です。でパウロは何と言ったでしょうか。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことを明らかにされるためですと言いました。たくさんの大勢の人々が世の中のことをそのまま持っていって、何か私が自分が何かになったように考えているんですけど、重要なのはみんなは器です。どんなによく偉い人も強い人も、
器です。その中に主はキリストの宝を込めてくださいました。器の中に何が入れているか、ご飯が入れていると茶碗で、汁が入れていると汁の器です。で、主は私たちの器に御言葉を込めてくださいました。心にそれが私たちに与えてくださった最高の贈り物です。この世は最後の時期は教会が崩れる、それで霊的な問題が起こられる時間です。本当に全ての人々が、世の中の人も教会の中の人も精神的に苦しみを受ける、そんな時間で悪くなる時期です。行けば行くほど悪くなる時期です。その時、器のような私に御言葉を込めてくださいました。それが世の中を勝つ道です。使徒20節に見れば、パウルがエペソの長老たちを喜んで、最後に思って、最後だと思って、教会の中に本当に難しい時があるのに、いろんな、パウルが3年の間祈りましたけど、32節に、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉と御言葉に委ねますと。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされる人々の中にあって、御国を継がせることができるのですと言いました。御言葉が私たちを本当に立てて育成し、その御言葉が、また27節にパウルが、みんなが驚いているのに、その大風のでみんな驚いている時、パウルはその時何と言ったでしょうか。27節に見たら、私は神によって信じています、すべて私に告げられた通りになると。本当に災いのこの時代に神の御言葉だけです。その御言葉を握る私たちに、私と皆様は本当に祈らなければならないです。その受けた御言葉で237国を生かさなければならないです。私たちに込めたその御言葉で現場に出るべきです。神様の御言葉以外は霊的な問題、災いを解決するのはないんです。実際的現場はどのくらいだか分かるでしょうか。この世に今ここに来られているのに、昨日バプティスマを受けたものです。ある日から自分も知らず、私は死ななければない、自殺のことしか心になかったと言います。自分の問題、自分にある問題が、私は死ぬべき、仕事をしていてもいつもの考えは死にたい。で、あるところにいたのに、ある人が紙を
紙を与えて、ある人から紙を受けましたと。それを車の中に投げておいたのに、いつか車の中で疲れていたのに、その紙が見えたといいます。自殺に対して書いていったんです。その紙に自殺に対して。それでこの人がその紙をあげた人に尋ねてきて、私がこんな状況ですと。それで福音を受けて、受け入れて、自分が持っていたその自殺の考えがだん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 なくなり、本当に自分は神様の子になったと。話せないそんな問題で、霊的な問題で、現場には本当に多い人たちが死んでいきます。それで良心的に私たちは本当に死んでいくこの現場を生かさなければならないでしょう。それで金曜の伝道の学校で、私たちは教会は花教会と色が強いんです。それがいい点もなり、他のところから来た人々は本当に帝王難しいこともあります。それで私の教会は花教会という、それで本当に強く立てています。それ花教会はただ花教会だけの問題じゃないんです。地域で皆様はよく知らないんですけど、私たちの教会がパラの現場のためいろんな訓練をしたんです。昔には訓練を受けるとき1週間は4泊5日訓練を本当に受けました。いろんな訓練を受けたんです。他のところから、それで他の地域で全世界で花教会といえばローカルとパーラーで強く立てている教会で、今まで受けたその訓練で生かしましょう。それで今まで受けた訓練で皆様が現場で伝道師で行けるように、私が受けた2面の契約がある、契約は伝道のため広大に記憶される教会、それを握りました。それで現場で本当に行って一人一人答えを上げ、その福音の御言葉が御言葉で現場を生かす教会になるように、これが帰ってみれば機会です。ある長老さんが昔その訓練で弟子に立ったのを見たんですけど、それで本当に現場に行きたいと。私たちが逃したのは何でしょうか、失ったのは何でしょうか。訓練を通って一人一人が伝道師で立てられるように、個人がその祝福の中でこの世に本当に残った最後の人生が使えられる花教会になれるように祝福します。待って本当に祈ってくださり、本当に花教会を愛する人々が大勢いるんでしょうね。一時二時涙を泣きながら祈る、そんな人々があれば
花教会は結局今働いているこの歴史、教会ごといろんな色があります。でも私たちの教会は世界福音化伝道のため今まで走ってきたんです。そのように導いてくださると思います。本当に皆様証人になるように祈ります。祈る時間を持ちます。賛美しながら祈りの課題を見ましょう。主にすがる伝道弟子の祈り。相変わらず神様の力を信じる信仰を回復してください。器である私に神様の御言葉を込めてください。災いの時代をかつ福音の御言葉運動が現場に起こられるようにして